見えるか？どうかな？来候補私が変わろう。タクレン来候補おっと来候補来候補見えるか？下がっていろ。アクレン全力でいくぞ。あまり面倒を避けさせない。波動の球五竜天滅。君ごときがこの私に二度も剣を振らせる。来候補下がっていろ。全力でいくぞ。アクレン待った私が変わろう。アクレン全力でいくぞ。来候補見えるか？下がっていろ。ハクレン全力でいくぞ。来候補来候補さあ、帰るか。まさか、今の霊圧は…イチゴ…ああ、間違いない。帰るぞ。戦いはこれからだ。遭遇したアイゼンはレプリカであったが、帰り際強大な霊圧を感じた。あの霊圧は本物のアイゼンだ。つまりアイゼンが自身のレプリカを使っていた可能性もあるということだ。分かった。引き続き警戒は怠らぬように。厳しい戦いはまだこれからだ。ちょうどよかった。君に任せたいことがある。ガレナがレプリカを率いてサンフランシスコに現れたという報告が入った。あの女の目的は不明だが、このまま放っておけば壊滅的な被害が出るだろう。ミドリアと共に向かってくれ。行きましょう。転送完了しました。あら、またあなた。
ずいぶんと可愛いお友達を連れているわね。お前たちの目的は何なんだ。一体何のために世界中で暴れ回っている。それを知ってどうするの。まさか協力してくれるのかしら。するわけないだろ。可愛いわね。いいわ、教えてあげる。私はね、そう、この世界に飽きてしまったの。感情や欲望を押し殺し、退屈な毎日を平和という言葉でごまかして、生きている人間たちを見ているとつまらなすぎてもう耐えられない。それに力ある者が力なき者を守るなんて理解に苦しむわ。なぜ我慢するの。力ある者が自らの欲望に従順に思う存分力を振る。それによって生まれる憎悪、絶望の連鎖、感情のぶつかり合い、それが最高にそそるでしょ。私はそんな世界を見ていたいのよ。だったら力のない人たちはどうするんだ。そんなの私の知ったことじゃないけど、そうね、強くなればいいんじゃない。彼のようそれができないならおとなしく死ぬしかないわね。違う、そんなの間違ってる。力は誰かを助けるために、守るために使うものだ。だから人は強くなれるんだ。あら、何も守れなそうなあなたがヒーローみたいなことを言うのね。だったら証明してみせなさい。見せてやりましょう。